デジタルモンスターに丸腰で挑むつもりか。本当に物好きだよ君は。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。特別に力を貸そう。まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力を。どうやら君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったが、そのデジモンは君のものだ。しっかりと指示を出してプログラムを使いこなせ。準備はいいか。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは稀だ。ましてやプログラムが人に懐いたりなど。なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも相当イレギュラーな存在になるだろう。ともかく卵はかえって、この先は君次第だよ。それじゃあ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。ああ、もう一人のイレギュラーの彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。創世記の遺物、忘れ去られた過去の残滓さ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカーであればどうということはない。そうだな、ここから帰りたくなったらそのログアウトゾーンを使うといい。目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちていなければね。なぜ驚く？まさか彼から何も聞かされていないのか。なら僕から言うべきことはない。
本人に直接聞いてくれ。そういえばまだ名乗っていなかったな。僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。デジモンなんだけど、そのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた。何それ、超怖いじゃん。
アに新たがいるのよね。君についてくから、早く合流しよう。不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。
なんだよ今の映像、子供？気味悪い。ちくしょう、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああいたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か、データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが相当ヤバそうだ。こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。ログアウトした。俺も続く。お前も急げ。いいな。僕たちを見つけて。